はい、どうもこんばんは、ギュイン徳川です。今夜もですね、パナソニックルミックス DMC-GH4、 このカメラについて熱く語っていきたいと思います。今回はですね、初心者の強い味方といいますかですね、オートフォーカスのことですね、オートフォーカスについて、いろいろやっていきたいと思います。この GH4 はですね、今回ね、オートフォーカスの性能がすごく良くなったと。今までね、このパナソニックの GH シリーズのオートフォーカス性能っていうのはね、普通でした。はい、普通なんですよ。普通ね普通ってどういうことやねんですね。普通にいいですね。普通にええですわね。なんていうか、悪くはないんですよ。いいんですよ、悪くはない。別に悪いわけではないんですよ。ただ他のメーカーのカメラの AF がこの GH シリーズの AF よりも性能が良かったと。だから別に悪くないんですけども、一番にはなれなかったとね。パナソニックのね、ルミックス DMC-GH3 でございますけどもね、この GH3 のオートフォーカスをですね、コントラスト AF という方式が採用されていますね。明るさと暗さの差が最も大きくなる距離を求める、こういう方式のことですよね。つまりこの今ね、この映ってるこのね、僕の顔のこの部分、この部分のコントラストが一番強くなる部分をレンズを駆動させながら探して、一番コントラストがくっきりするところに来た時にピコーンと来るわけですよね。ここです、ここです。これがコントラスト AF ですよね。人間の目でですね、こうやってファインダーを覗いて、もしくはここのねモニターを見て、このマニュアルにして、ここでこういう状態からピントリングをこう回していって、自分の目で見ながらコントラストが来たっていうところで合わせるっていう、このマニュアルフォーカスを人間がやる時の流れを機械化して、自動化して高速化すると。人間がこうやってファインダーを見ながら合わせるこの動きを機械が高速でやる、これがコントラスト AF なんですね。でもですね、そのコントラスト方式のオートフォーカスっていうのは絶対に人間にはどうしてもかなわない欠点っていうのがあるんですよ。それは何でしょう。問題です。その欠点とは何でしょう。そこのあなた。もう詳しい方はね、分かると思うんですけど、この奥行きっていうのが全然認識できてないっていうことなんですね。この X 軸、それから Y 軸は分かるんですけども、この奥行き、この Z 軸ね、この Z 軸が全然分かってない。ここにグラディウスとサラマンダがあります。ここにグラディウス、ここにサラマンダ。人間の場合ですね、このグラディウスとこのサラマンダの距離はこのサラマンダの距離がどっちが近いかっていうのは、この当たり前に分かるじゃないですか。だってこれは俺が置いたもん。僕がここにグラディウスを置いて、ここにサラマンダを置いたんですよ。僕が犯人なんですよ。今、カメラから近い位置にあるグラディウスの方にフォーカスが来てますよね。でここからそれよりも遠いところにあるこのサラマンダにフォーカスを移動させたい場合、これ人間がマニュアルフォーカスで合わせる場合、当たり前のようにフォーカスをプラス側に送りますよね。当たり前のようにプラス側に送ってサラマンダにフォーカスを合わせるとね。こういうことですよね。俺が下手くそなんでね、すごい遅いし、ちょっと ここに合わせるのにすごい迷ったりするんですけども、それをね、素早く的確に正確に合わせることができるっていうのが、その腕の立つカメラマンっていうことなんでしょうね。ではそれがコントラスト AF の場合はどうかっていうことなんですよね。俺はカメラに指示を出しますよね。今このグラディウスからサラマンダの方にピントを合わせ直してくださいっていう指示を出しますよね。じゃあこのコントラスト AF の GH3 君はその俺の指示をどう受け止めるか。はい、わかりました。左にフォーカスを移動するんですね。ね、わかりますかこれ。おい待てとね。おい待てと、左やあらへんと、奥やがな、奥に合わせるんやがなと、
まあ確かにこいつが見てるこのねモニターの平面の中では左かもしれへんけど、違うがな、奥やがなと、こいつにはその奥とか手前とかっていう認識が全然できないんですよ。だからつまりどういうことになるかね、つまりどういうことになるかというとですね、今奥のサラマンダにピントが来てますよね。でこれをじゃあね、ちょっと逆になりますけど、今奥のサラマンダにピントが来てますよね。はい、それを手前のグラディウスにピントを合わせなさいという指示を出しますね。いきますね。はい。ね。わかりましたか？これわかりましたか？はい、わかりましたかね。今、この GH3 君は大きな過ちを犯したんですね。はい。だからユーザーからすれば、おいコラと、うん、お前今間違いよったなコラとね、そうなるわけですよ。コントラスト AF しか持ってない GH3 君からしてみれば、もうとにかくピントを送りなさいって言われた場合、手前か奥かとりあえずどっちかにまず第一歩を踏み出してみないとわからないんですよね。2分の1の確率で大きな賭けに出るわけですよ。プラスかマイナスか、間違ったら絶対怒られるわけですよ。動いてみなわからへん、もう神よ俺を祝福しろですよ。もうひりつくギャンブルなわけですよ。もう命を賭けなあかんわけですよでも間違っちゃったってなってるわけですよね。うん。まあこの GH3 ね、まあ、ただのコントラスト AF じゃないんで、まあかなり正解の確率が高いんですよ。その辺はね、ちょっとどういう理屈かわからないんですけども、ただまあコントラスト AF ね、スタートする方向が間違うことが多々ある。だからフォーカスが迷ったりとか、わぶったりとかっていうことが起こるわけなんですね。まず一回どっちかの方向に動いてみる。動いてみて指示された箇所のコントラストが強い方向に動けばこれは正解ね。そっちの方向に動いてピントを合わせればいいんですよ。怒られることはないですよね。ただ間違った方向に一歩踏み出してしまった、指定された場所のコントラストが弱い方向に動いてしまった場合は、はい、不正解ってなるわけですよね。はい、すいません、直ちに申し訳ありません、逆に動きますってこう逆の方向にグッグッて戻って急いでこう合わせに行くわけですよね。これがその使ってるね我々からするとですね、もうめちゃめちゃかっこ悪いわけですよね。この一回戻って、一回進んで戻っていく様子がもうめちゃめちゃかっこ悪い。その分遅いしね、一回間違っとるわけだからね。うん、もう絶対的なロスですよね。例えばですね、寿司職人がですね、ね、ここに置いてある桶から右手でシャリを取る、でこっちで形を整えながら左手でネタを取る、でネタを取った時にちょっとシャリが多かったからご飯をちぎって桶に捨てる、めっちゃかっこ悪いんですよね。美しくないですよね。何を飯を捨てとるんやとね、こんなんはダメです。もう三流の寿司屋ですよね。ネタは最高、シャリは最高だがな親父、肝心のお前の腕が最低だってなるわけですよね。超一流の寿司屋はですね、この右手でシャリを取るときにそこに乗せるべきネタを見極め、かつこう軽妙なトークを交わしながらお客さんの口の大きさとかも判断してるわけですよ。それで最適な量のシャリを感覚で取る能力を持ってるんですね。だから、シャリを取り、ネタを取り、薬指でわさびを乗せ、ネタを乗せ、形を整えて、最適な力で、力加減で形を整えて、そのまんまお客様の前に出すとね。これが美しいんですよ。ここにわびさびね、芸術があるわけですよ。これが超一流のお寿司屋さんです。何の話やとまあとにかくですね、その GH3 に搭載されている、まあ、コントラスト AF っていうのは、まあ、こういうことやということは、まあ、理解していただけたと思います。これを理解した上で、次の動画に進んでくださいということなんですね。はい、すごく長くなってしまいましたけどね。うん、まあ早いんですよ。その GH3 のもオートフォーカスね、すごい早いんですけど、コントラスト AF なんで、要はだからそのコントラスト AF の動きが爆速なだけなんですよ。その物理的に速いからね、物理的に速いだけでもね、もう決定的にアホなんですよ。走るのが速いだけのもう筋肉バカというか、まあ脳筋タイプといいますかね、こう無駄があるんですね。間違うんですよ。うん、Z 軸が一個も理解できてないっていうね。だから
他のメーカーのオートフォーカスね、だから増面位相差 AF とかね、ハイブリッド AF とかに負けてしまうんですよね。でそこでこの GH4 の登場なんですね。この GH4 もコントラスト AF ではあるんですけども、そのプラスかマイナスかがわからんっていう部分を克服する能力を得たんですよ。その名もDFD ですね。 GH4 に詳しい方はねご存知だと思うんですけどもね、聞いたことあると思うんですけども、Depth from Defocus ね、 DFD 合ってないフォーカスから深さを知ると、まあ、そういうことですかね、Depth from Defocus DFD システムというね、そういう能力がこの GH4 には搭載されていると、次回はですねその GH4 の DFD が搭載されたことによってそのオートフォーカスの性能がどのように変わったのかと、そういう部分をね、検証していけたらいいなと、こう思ってるわけですね。はい、疲れました。疲れました。はい、俺は一体パナソニックの何なんでしょうね。まあ楽しいですよね。これもね、GH4 の勉強の一つということでね、楽しんでいこうと思います。はい、というわけで、また次回お会いしましょう。牛院徳川でした。バイバイ。はい、へこんどん、はい、あへこんどん、はい、へこまんでやん、別にへこまんでやん、いやへこみますやんか、そんなさんざんアホやとか、いやそう、いやそのへこまんでいいねんて、別にな、そんな分かっとんねんて、そんな筋肉バカ、コントラスト AF があれやん、負けとんのはその他の AF に負けとんのってあれやんか、合唱までの速度だけやろ、はい、そやろ、はい、うん、だから合唱した時の精度とか、はい、画質とかをその優先したからこそのコントラスト映画なわけよ、はい、分かっとく、大丈夫やって、遅いですから、ね、大丈夫やって、そんなへこまんでええねん、自信持っとったらええねん、大丈夫大丈夫、うん、お前ですか